ていきましょう。はい、マジカルパンチラインです。マジラジーマジラジーって何しても同人じゃん。マジカルパンチラインです。完全に、はいはいはい、はい、沖口ゆなです。はい、宇佐美沙羅です。吉澤遥です。宇佐美沙羅です。山本花です。はい、今日はですね、人狼今日は人狼はい、ここからの成功は沖口ゆなさん。進行したらさ、良さ出ないよね、はるかの。あ、逆にはるかの良さが。あ、良さ、良さが。結構うまいんですよ、私進行。よく言えたもんだ。じゃあ、本日はですね、人狼をするということで、はい、多分 YouTube では初めてになるんですけど、確かに。結構、あの一時ね、人狼を楽屋とかでもやってたんですけど、めちゃくちゃやってました。人狼のルール説明として、あの、そらちゃん、人狼って言っちゃダメなんだよ。うん、あ、そう、そう言ってもいいけど、言っちゃった、言ってないよね。しゃーちゃんね、しゃーちゃんに説明すると、しゃーちゃんいつもさ、やってる市民なのに、うん、え、修羅人狼とか言うじゃん。で、1日目に処刑されてるから、もうじゃあそらちゃんじゃとりあえず言っとくみたいなので、うん、で、つまんないでしょ、うん、人狼って言わない方がいいね。あの、人狼ですよっていうカミングアウトなしの方で、うん、しかも人狼じゃないですよ。そう、人狼じゃないですよ。人狼じゃないのよ。で、今回はですね、人狼が1人、はい、で市民が2人、はい、で占い師1の騎士が1、はいはい、という設定でやっていきたいと思いますので、はい、まあ、言うてもね、そんなプロ集団でもないし、そう言うてそんなやってないので、プロですよ。あ、プロ。プロが1人いるんですけれど、そうですよ。まあ、なんかあんまりね、ルールふわってしてる子が多いので、バジパン人狼入門編みたいな感じでやっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうのから、はい、役職聞いていっちゃいますね、はい、あのね、今まで1回撮ったことあるんですよ、動画だけどね、みんなルールがなんかわけわからなすぎてボツになったっていう話なので、そうそうそう、なんかね、あんまうまくできなかったんで、今回はボツにならないように、ならないように経験積んでるのでね、いっぱいで、ね、結構やったからね、あれそうやったから。じゃあ、ゆうない見ていく。逆にさ、市民なら何もすることないじゃん。そうなんだよね。だからもう逆に、多分さやちゃんは市民で人狼って言ったら、ほら、あ、ゾワゾワってなる、実家怪人で、あ、確かに、そうでやったんじゃん、周りに見えないようにね。いや、でも私もね、さやちゃんのことこんな言ってるけどね、うん、ちょっと不安なんだよね、人狼のルール。ちなみにゆなちゃん何だった、役所言わないよ。危ない、わっ、危ない、怪しい、私は人狼じゃない。でもね、人狼の動画とかあれからね、見たりしてんのよ。すごい、もう、あのね、プロフェッショナル集団の人狼があって、もう、私何言ってるか分かんない。これです。なんで、一回さ、あれだよね、グループラインでさ、これ見てから来てくださいって。あったあった。人狼のルール、こちらですね。見てください。え、なんか、最大のドキドキして。だってね、そのプロフェッショナル集団の人狼ね、うん、結構なおニュースでやってるから、7段目とかで、1段目の言ってたこととかを掘り返して、考察とか始めるの。最初の時にこの人はこの人を怪しいって言ってたっていうことはみたいなのをめっちゃ後から言ったりするの。すごいよね、さらちゃん考察得意じゃん。考察得意か、得意か、ここまで生き残ってるって、まあ、人数がね、まあ、5人しかいないっていうのはあるから。確かに大人数やったらね、もっといろんな役職があったり、いろんなパターンがあるんだろうけど、うーん、おー、でも5人って少ないの、少ないのかな。みんな役職はもうね、自分の役職は見ましたね。ゆうなちゃんがね、ゲームマスター兼プレイヤーって感じでよろしくお願いします、はい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。あの犠牲者は、まあ、いないという設定 で、ね、あ、なんと皆様、にわかに怪しいと思われる人物が浮上しました。早くなる、早いよね、何も始まってない。適当にやった。その人物は、はるかさん、はなさんです。誰が手に入れたの？何もないのに。はい。おお、はい、はい、ちなみに花、はるかちゃんに入れました。私もはるかに入れました。誰に入れたの？私、そらちゃん。適当に。はい、ということで、じゃあ、ね、議論をしていきたいと思うんですけど、うん、まあ、ここって正直さ、あんま
難しいんだよね。なんかここではありますね。難しいんだけれども、なんか言っときたいこととか。じゃあ、ちなみに占い師ですか。ねねね、あ、ちなみに私は市民です。あ、私も市民なのです。私占い師占い師占い師って言っていいのかな。いや、まあ、それは占い師言ってでも騎士が守ってくれたら殺されるかもしれない。え、あ、言っちゃいけないんだっけ。いや、占い師は、ね、言ってもいいんだよ。うん、ただ騎士が守ってくれるかも。騎士、よろしく、騎士、騎士。え、他に占い師いない？いない？他に占い師初めての占い師。なんか本当っぽくて、もらうちょっと本当っぽくて、なんか本当っぽくて、なんかさ、結構さ、分かりやすいんだよ。そうなんだよね。本当、ちゃんと言っちゃった絶対占い師で、なんか占い師、なんか占い師みたいなさ、ちょっとなんか話す顔すんだよ。占い師だけど、なんか市民、本当に、本当に市民。え、ガチ、え、普通市民、え、市民嘘だよね。あ、どっちか。あ、じゃあ本当なの。え、怖い怖い怖い。え、さやちゃん、目見て。え、この中に絶対死ぬ。さやちゃん、さやちゃん、今市民なの。目見て。え、市民って何？ちなみに本当になの。市民って何？市民って何？市民って何？市民なの。見て見て。しかも、しかも今日肩出して。やだーやだー、あそこ、あそこ。やだー退場。市民でしょ、こんな人。私のこと。え、今市民が市民が2人いるんだっておかしくないの。市民が3人いるんだって。私も市民って言ってるんだ。絶対さ、明らかに市民って言ってる人の中に人狼いるんです。確かにそれはそうだ。だから待って、まだ疑われてんの。でも確かに、でも騎士が自分の身を守るために市民って言ってる可能性だったんだよ。あ、そうだな。じゃあタマキのさ、役職は何なの。私言っていいの。あ、でも言ったら殺されるかもしれない。でももう、やばいやばいやばい。守って殺されたとしても、あれじゃない、その前にさ、守る前に殺されちゃう。あ、そうじゃない。待って、ありそうじゃない、ね、え、危ない。ね、本当にごめん、でも私は市民です。ハナも市民で。え、絶対、私も市民。この3人の中に絶対。やばい、やばい、そうじゃない。後から出てきたのはなんか信じれたの、ちょっと。あ、なんか様子を見て。私も市民だけど。え、自分っていう。怪しいね。私じゃない、本当市民。ね、怖い。でも今日のゆでちゃんちょっと怖いかも。ね、ちょっと、え、どうしよう。えしちゃった、いらないことしちゃったから。ゆでちゃん、本当に肩出してるから。市民でも肩出していいでしょ。ね、市民の人多いんだけど。やだ、どうして。あれってことは、あれどこで出てないってことは、いろいろなんじゃない。まあでも正直ここヒントが少ない。まずはるかが占い師なんだろうなっていうのは、みんな周りが出てないしね、多分本当なんだろうから、そこ以外は正直わかんない。占い師ゆなちゃん今タイム見てた。占って、え、占いたい。占って、え、でも殺されるかもしれない。はい、ということで議論終了でございます。誰も信じちゃいけないってことで。そう、でも今霊媒師がいないから、今ここで死んだ人は占えないんです。そうそう、じゃ自分死んじゃったら誰も占えるのに。そうそうそう、あ、じゃあ就職できたのにみたいな。そうそうそう、志半ばでいいみたいな。日が暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。うわ、じゃあ投票非公開で行いたいと思います。はい、で投票時は発言できる人はいないので、だからみんな無言で、うん、処刑されてる。え、投票の結果、玉木さん、花さんの決戦投票を行います。え、私にで、あら、え、だから最後に弁明をしてくださいって言われる。あ、なるほど、玉木から弁明を。まあ、人狼からしたら殺されたら嬉しいかもしれないけど、市民からしたら困る。なるほどね。あ、そういうことか。なんか納得したもんよ。残念ながら私本当に何もないから、だからここで殺してもまあゲームは続くけどもっていう話。市民だから、
え、でもさ、待って、ここでさ、もし人狼がさ、処刑されたらさ、もうここで終わりってことだよね、1人1人。そうそう、オッケー、じゃあ今のを聞いた上で3人で投票かなってことは、うん、ということで投票の結果、本日処刑されるプレイヤーは花さんです。まあ、だよね。で、ジャッジメント、もうここから喋れない、処刑されちゃった。絶対死ぬ。皆さん、容疑者を処刑したのにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。ゆうなさんから順番に夜のアクションを行ってください。どういうタイミング、できる、あ、このターン、このターンでできるんだと思う。占い師の占い、占うってあれだよね、あの正体が見れるやつだよね。そう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 。でもこれでさ、分かるくない？うん、確かに。でも春子死んでたらダメってことでしょ、うん、そう、お願い殺さない。じゃあそう、あの占って知ったところで喋れないから、入門編ですので、皆さんルールを確認しながら今マジパン進めさせていただいております。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は玉木さんです。もう玉木さんは幽霊となり、ゲーム終了まで話してはいけません。え、ちょっと待って、いなくなった、いなくなっちゃった、なんか3人になった。でも多分これで今朝は強く疑われる人物はいませんでした。今から人狼を見つけるために話し合いをしてください。え、占い師さん見ました？見た。あ、誰を占ったんですか？言っていいの？あ、いいよ、いいよ、それはいいんだよ。誰を占ったか、言っちゃない。え、ユーナちゃん占った。あ、なんだった、うん、人間だった。そうなの。あ、言っちゃうの、うん、あ、いいよ、それ全然言ってんの、うん、うん、何しないじゃん。母ちゃん、ちなみにはるかは占い師だと思う。うん、はるか占い師じゃない、人狼だよ、はるかが。あ、本当だ、本当はそうが占い師だもん。占った、じゃあ、うん、誰見た？ゆうなちゃん。何だった？なんかあのモテ女みたいな感じなんか、なんかどっちを選ぶのみたいな感じだった。ちょっとだけ争ってたよね。争って、私を取り合いで、私をかけて争ってる。あ、嘘。まあ私ね、ほんと市民なの。うん。けど一個思ったのはね、うん、最初にさ、うん、なんか誰誰誰みたいなやってる時にさ、はな、い、ちゃんとゆうなちゃんが最初に市民って言ったの。うんうん。そらちゃん最初出てこなかったの。出てきてなかった。うん、で一旦ターンが終わった後に出てきたの。うん、市民。確かに。なんかその後にさ出てきて、花がなんか後から出てきたそらちゃんがなんか本当だと思うんだよねみたいな言葉に騙されて、私はね、あ、なんか私は本当市民だから、あ、じゃあ花が人狼だと思って花に投票して死んじゃったの。そう、はるかも そういう、だから花ちゃんがなんかやってんだよみたいな、やってるかなと思った。うまいじゃん、そういうさ、うん、このゲーム、なんかツアーを味方につけて、ユーナを人狼にしようとしてる人狼なんだって思ったの。え、最初それで、でもハナちゃんもタマちゃんも人間だってなって、うんうん、でユーナちゃんが怪しいと思って、で、まだユーナ人間だったのね。そう。で、ショラちゃんは？え、ソラは、うん、あのやっぱ最初からちょっと出しゃばりすぎるとボロが出ちゃうと思って、うんうん、最初はおとなしくしてた、おとなしくしてた、おとなしくしてて、うん、でまあ、あ、でも、まあ、とりあえず市民2人いるから、まあ、とりあえず自分も市民って言っとこうかなと思って、うん、あ、もうこれ答え出ちゃった、市民だから、うん、自分が市民だから絶対嘘ついてるじゃんと思って、うん、でもさ、ソラちゃん、うん、絶対嘘ついてるじゃん、なんで今言うの？違う違う違う、絶対嘘ついてるじゃん、そうって嘘ついてるじゃん、絶対嘘ついてるじゃん、あ、花が生きてる時にってこと？うん、そうそうそう、絶対嘘ついてる、そうそうそう、聞いてあげよう、聞いてあげよう、聞いてあげよう、じゃん、うん、じゃんって思って、どっちかじゃんって、そう、うん、思って、やった。でも、はるかその時占い師どうして出てたよ。え、そう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 、で、嘘ついてる、そこで、私が占い師なのに嘘ついてるんだって。でもなんでみんな占い師はって言ったらどっちにいるのかな。え、違う。え、そうなんだけど。様子見てたってこと？そう、様子見。あ、オッケー、じゃあもう議論終了で。やっぱりまだいいでしょ。まだちょっとあと。なんか言いたい。なんか話したい。そうね、私は人狼ではないです。占い師なんだよ。占い師です。で、ってことは、花は何だったの？
はなちゃんはだって、はなは市民だったんでしょ、うん、あ、だから市民、そう騎士、占い師、人狼っていうことね、そう、それちゃんの頭の中では、なるほど、それちゃんと23秒です、そう、うん、それからそれから人狼ではないっていうのとないっていうのとそうですね、うん、占い師だよっていうで、うん、いいな、占った市民だった、市民だったってことは、はるかちゃんが人狼だよってこと、うん、あ、でも市民とは出てきてないわ、人間って出てきてる、だってはるかちゃん人間市民っていう人間です、だってあ、そう、だから人間なんです、私も狼ってことか、はい、終了ということで、話し合い終了なので、この3人の中から、人狼を処分する時間が訪れました。じゃあ、ゆうなの投票から、はい、投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはショラさんですえ、まだジャッジメントしないから、あ、そうだね、もしかしたらっていう展開があるかもしれない、ジャッジメント、もう死人も声出せるから、もそうそうそう、お、市民の勝利です、ということで今回、ゆうな、はなが市民、たまきが騎士、はるか占い師の、しょらちゃんが人狼でしたえ、だから、ね、自分で自分を追い詰めたってことでしょ、そうそうあのなんか怪しかったんだよね、ちょっと動きが怪しかったから、なんでよ、急に空が、お、なんか、お、なんか本当だと思うんだよねって言ったので、もう、うん、みんなでも最初にはなちゃんが死んでくれないと勝てなかったよあ、そっか、絶対あのどっちかになったじゃん、確かに確かに、分かんなくなるじゃん、あ、確かに、だから最初に死んで、あ、本当だ、ここで、そう、はるかちゃんが残ってれば絶対分かんない、うん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 、私の死って報われたもんね、そうだね必要だったんだよへえ、りさちゃんは人狼だったの、うん、うん、どんな気持ちだった、人狼って出たって、逆になんか役職ありとか聞けばよかったのに、ああ、学びました、ちょっとレベルアップね、うん、曖昧にしてた、市民ってで占い師って言ってみたんだ、うん、そしたら処刑されちゃったんだね、うん、途中で次のってダメだね嘘つくのってダメだね、うん、じゃあショラちゃんももう一回やろう、もう一回やろう、もう一回、今のである程度ね、この立ち回りが多分、うん、多分レベルアップしたから、はい、もう一回やってみましょうか、じゃあマジパン人狼第2回戦、じゃあゆうなからいきます、これさ、最初に疑うのも難しくない？難しいのよ、最初のさ、話し合いが結構難しいんだよ、何の要素もないから、なんかちょっとのことでさ、疑う、ねえ、ね、恐ろしい夜が明けて朝が来ました、まあ、犠牲者はいませんでした、はい、ということで、はい、うわっ、にわかに怪しいと思われる人物が浮上しました、その人物がゆうなさんの、まきさんです、それではみんなで話し合いを行ってください、はい、はい、市民、はい、市民市民です、今市民の人だよ、はい、私役職あります、お、ある、うん、イエイ、じゃあちなみに言うと私も役職あります、おお、あ、いや役職あります、なんでそこダメなんだよパニックパニック、わかんない、だって役職あるけど市民って言ってる人もいるかもしれない、役職あるけど市民って言ってる人もいるかもしれない、私は普通の市民、うん、ちなみに役職言える人いる、うん、多分何も考えてないんだよ何もなんか考え言っていいのかなっていう考えを巡らせようとしてるけど言っていいのか悪いのかの考えは多分出てない、多分出てないよこうしてるだけ言ってみたら、うん、いい、占い師です、おお、占い師、はい、花は、ちなみに花も占い師、本当本当、なるほどね、え、二人いるの、だからかぶっちゃってるここで騎士の人は信じてくださいって思ってる今、はいはいはい、あ、信じてください、そうだね、この3人の中に騎士が紛れ込んでるってことになるから、そしたらね、占い師、自分を守るために、どうしよう、これでさ、ソラちゃんがさ、ちょっとおバカでさ、騎士なのにさ、占い師って言ってたらどうしよう、役職あるってことは、占い師可能性ちょっとあるんだよ確かに
考えてたし、うん、でも、むずいな。人狼誰？あ、それは待って、その話し合いしてるのよ。焦ってる、それじゃちょっとでも、さやちゃんがそんな自ら来るかねっていう嘘、うん、いや、今思った意外と、確かにさっき話したのか、ね、思い出せたもんな、さやちゃん。なんか役職あるって言った方がいいんだよ、占い師って言うとかねって言ったの、うん、しかも、はるかがさっき占い師って言ってさ、騎士は言わなかったから、確かに、だからあ、占い師を言っとけばいいんだ。いやでも正直その占い師をこの一夜目で殺すのはあんま良くないって人狼してる人たちが言ってた。どっちかが分かんないじゃんか。だからどっちかは絶対に本物の占い師だから、最初に殺しちゃうと、そう、最初に殺しちゃうと占いの結果も見れないしってなっちゃうから、最初に殺すのはやめた方がいいって言ってた。プロ集団、プロ集団見てたら言ってたから、最初は市民って言おうかなって思ったの、1回押して、うんうんうん、さっき 3人出ちゃったから、はいはいはい、なんかここでゃ4人目で市民ですって言うと、なんか疑われそうじゃん、はい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 、だから言おうかなって言ったけど、うん、大丈夫です。でこの3人、市民って言ってる3人の中が誰か1人が犠牲になって、うんうん、あの処刑された方がいいのかな、うん、騎士は処刑されない方がいいんだよね。でも騎士がいる。騎士？この中に騎士はいる、いるいるいる、うんうん、騎士見つけるゲームじゃないから騎士は別にそんな見つけなくてもいい。でも言ったら殺されちゃうから、うんうん、そこ、ね、どっちかの人狼に。なるほどね、人狼ね、うん、逆に私も殺しちゃっていいよみたいな人いる。殺しちゃっていい、マジで無職、うん、もう何もない趣味。趣味。あ、じゃあはるか一緒に今日の夜。死にたくないけど。そうだね。けど別に役職ないから別に。はいはいはい。うん、殺したとこでっていうのは。なるほどね。じゃあ、うん、議論終了ということで。投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはトマキさんです。ってことはどういうこと？間違えちゃった人が間違えてない。今はるかちゃんに入れようっていうあれだったでしょ？うんうんうん、前事務所くれ、人狼の人がもし押したらその人の意見になるってこと？じゃなくて、そういうわけではない。みんなの人は数決ですってこと。みんなはるかゴロゴロするんじゃないの？そうだよね。まあ、でもはるかちゃんが自分には入れられない。じゃあたまき、そう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 、処刑。この瞬間に人狼は息絶えました？あれ？なんでだよ。急に死んじゃった。あれ？待って、じゃあ待って、それじゃ占い師って言ったの？何の？待って待って。真の自分だから、さやちゃんね、
それ人狼の動きしちゃってんのよ。左だっけ。人狼になり得る。つえちゃんは、さっちゃんは市民さんでしょ。市民さんなのに、さっちゃんの立ち回り方がもう人狼の人たちに回りしちゃってんの。で、さらちゃんは市民だから、人狼見つけたい人じゃん。うん、だから、占い師。で、まずさらちゃんがカミングアウトしちゃうじゃんか。占い師です。うん、な、で、花も本物の占い師。本物の占い師だと思う。で、ここでここって言って市民じゃん。うん。なのに、市民のどっちかに人狼がいるっていうのが確定になっちゃうのよ。うん、あ、そう。占い師が被ってたら、どっちかが嘘ついてるじゃん。うん。で、嘘つくメリットがある人って人狼しかいないからね。うん、うん。だから、あれ？うん？わかる？そうよ。だからさ、人狼は自分の姿を隠したい、うん、だから市民ですって言うのに弱いから占い師ですって言ってどんどん狂わしていくのね、うん、でまずここ市民で2人でこう争っちゃってるから市民なのにどっちかが人狼っていう状況が生まれたんです。まず1個だ、ね、市民と市民まず1個ね、まず1個市民側から見るのね。でその後にじゃあこの2人がどっちかが人狼だから、うん、一旦でも占い師はいるから、うん、一旦行きさせようってなって、うんうんうん、でじゃあ市民ここ3人の市民ってなってたから1人じゃあこの中からもう騎士を除いてじゃあ処刑できる人を選びましょうってなって、うんうん、はるかが手挙げて、平凡の人だから、うん、名前聞かないからここまで OK、うん、で大学の講習みたいなで、はるかにみんなが投票するっていう流れになったでしょ、うん、それじゃあなんか玉木に投票したよね、うん、だからなんかわかんないけど、玉木が処刑されて町が平和になったの。そうじゃん。素晴らしい。だからなんか、はるかしか、玉木、はるかは自分に投票できないから、で、玉ちゃん、で、玉ちゃんが、あ、確かに市民って言ったからだ。そう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 。で、死んでもいいって言ったから。そう。うん、だから別にどっちでもいいから。だから、なんか気づいたら、なんかはるかが死んだはずの予定が。そう。なんか玉木が死んだんだよね。人狼死んだ。そう、だから私は花ちゃんを殺す予定だったの。怖い怖い怖い。そういうことね。そう。そうだよね。占い師っていうのは。そうそうそう。もう嘘ついてるから絶対占い師じゃないって思って。はいはいはい。こっちが占い師だってなって殺そうと思ったら。怖いよね。玉木からしたらさ。そう。自分が人狼なのに占い師が。え、しかもみんなもえってなってるから。え、そう。え、多分はるかちゃんもなんか市民だと思って入れたんじゃん。うん、だから別に人狼殺す気で入れてないから、うんうんうん、みんな。え、なんかそうじゃない。結果みたいな平和な街になったからで急に思わぬ。だからさやちゃんに入れたのよ投票。絶対にさやちゃん違うと思って。あ、人狼じゃんって。人狼じゃんって思って次で占おうと思ってから、はいはい、とりあえず投票しといたの。あ、だからそこの票はここ行った。そう。でユーナだけはるかに入れた。うん、ここの二人が玉木に入れたから一番玉木に票が集まったんだ。たまたま集まっちゃった。で、そしたらたまたま人狼で、たまたま処刑されて平和な街になった。素晴らしい。めっちゃおもろい。いや、やっぱあれだな。いや、サラちゃん人狼は空だな。ね、だからサラちゃん多分人狼って言われたら勝ちっていうやつがあったら、多分サラちゃん無双すると思うよ。めっちゃ強くなる。マジ？うん。この動き。市民側なのに人狼の動きを知ったら勝ちっていう。そうじゃん、裏切り者が得意なんだと思う。それ裏切り者、ね、そう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 、裏切り者になんかなっちゃってる、うん、やばい。あ、ちなみに今そらちゃんのミスった場所分かった？待ってね、うん、復習ね。え、だからもう最初でしょ、占い師ですって言っちゃった時点でもう、あ、もうそこでミスっちゃってる、うん、だから人狼だったら占い師ですって言ってもよかったのよ、うん、あ、そうそう、だからさやちゃん間違えた、占い師ってとりあえず言っとけばいいんだけど、人狼の場合占い師って言っといたら後から人狼って疑われる可能性もあるけど、うんうん、うまいこと動かせるんだよ。正解だね。そう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 、うん、みんなも分かったかな。分かってんのよ、分かってんのよ、みんなは分かってんのよ。みんなもびっくりなのよ。終わりって人狼って一旦目が終わることあるんだね。なんか確かにびっくりしたのさ、この、あの怪しいじゃんの一旦目終了じゃなくて、うん、思わぬ方が終了だった。終了だった。やばい。いや、これ出してほしいな、ボツにしないでほしい。で、お願いします。第1回街
マジパン人狼ということにしまして、はい、今回ね、みんなあのシュラちゃんの人狼加減が分かったと思うので、こっからやっぱ徐々にね成長するもんですからね、うんうん、っていうのはやっぱもっと人数を増やしてさ、うん、でなんかちょっと変わった役職とかも入れたら、うん、もっと面白くなりそうかも。だから事務所からいっぱいいろんな人連れてくる。そうだね、なんかポテチ作るわじゃん。マジパンワンマンでさ、あの出てくれたさ、うん、あのキッズダンサーの皆さんとか来た、確かに、うん、本当ソラちゃんがいっぱいになっちゃうのか。いや、ソラちゃんより頭いいかもしれない。占い師です、私も占い師です、私岸井とか言っちゃう。シャラも占い師で出てくる最後に。第1回はこんな感じで、はい、あのまたみんなでもし人数が増やしそうだったら人数増やしてちょっと変わったやつ入れつつも、ね、またやりましょうね、みんな、はい、やりましょう。楽しいので、うん、いっぱいもっと研究しましょうね、はい、私たちも、ね、なんかいろんな役職も勉強して、これからも定期的にたまに上げられたらいいね、上がったらいいね、戻れたらいい、確かに。はい、ということでマジパンもねちょっと勉強してまた人狼やらさせてもらいたいと思います。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してね。また来週、また来週。